村作りゲームの NPC が生身の人間としか思えない、星さん。妹を助けるために頑張ったらいろいろ恥かいて引きこもりになってしまった主人公の人族のオス。偶然始めたシミュレーションオンラインゲームを遊んでいたらミスをなかったことにできない。課金することで自分の初期村人たちをブーストできるという。ゲームが妙に生々しく自分のミスで NPC を殺してしまったら寝覚めが悪いということで重課金するためにバイトを始めるというシナリオ。この漫画はよくあるナロー系の作品とは違い、ナロー系っぽい設定を通してこのヒキニートが自信を取り戻し、異世界の NPC を救う神になるというドキュメンタリー風の漫画に仕上がっているので人を選びます。うちらは神秘性があって面白いと思ったのぜ。何が面白いかというと助けた NPC が村を構築したりすると供物を送るようになりその供物が現実の自分の自宅に届くという設定で、そこから主人公はこれはゲームではなくマジで命のかかったデスゲームなのではないか?と思うようになります。そこから供物が送りつけられる先が北海道にある同じ住所から毎回送られることを推測して、バイトをしての重課金により NPC の QOL を上げつつ真相を探るために北海道の謎の住所に向かうというどうなるの?という面白いシナリオが始まります。うまく NPC を育てることができたユーザーはレベルが上がりそれによって取得情報が開示されレベル4でレベル4まで育てたユーザーとの2チャンネルのような共有チャットが出たあたりからの共有チャットのコメントが面白く俺、一番初めゲームだと思って一番戦力にならない少年を偵察に使っちまったよ。とかのコメントがシミュレーションゲームやっている人のあるあるが実は生身の子供にそれをやらせている鬼畜だというような設定がディモールトベね。ゲームは現実じゃないからいくらでも合理的にマクロを組むことができるのぜ。だけど現実だと命の損失が取り返しのつかない不確実性につながるから損失に対するリスク評価が大きく変化するのぜ。このシナリオは重課金しないと異世界にいる自分が関わった人族が死ぬ、引きこもりなんかしている場合じゃないってことで利他的な主人公が人命救助するために頑張って、外に出てみたら優しい世界だったということで自信をつけつつ、家族や周辺に自分の居場所を作るという過程の書き方を上手になろう系のシナリオに組み込んでいる部分がベネであり、脳みそを空っぽにするためにエンタメを消費したいと思っている人族には合いません。